ははい皆さんこんこにちは村長です今日もアフィニティデザイナーの iPad 版の解説をしていきたいと思います。前回はファーストインプレッションということで、まあ、こんなことができるパソコン版とほとんど変わりませんよというような全体な話をしましたけれども今日はアフィニティデザイナーのツールについてお話ししたいと思います。 iPad 版ですけれどももしこの動画に先に当たった人には基本的にはほとんど同じだということをお伝えしておきます二重になる部分もありますが iPad 版での操作を覚えてみてください今 画面にありますように、これがいわゆるホーム画面です。ここで、左の3つ目の新規というのをクリックします。クリックと言いましても、今日はこのようにマウスで操作していますけれども、基本は皆さんの場合、指かタブレットペンでやると思います。そこで、いろいろカテゴリーがあるんですけれども、その中でも、 プリントというのでやってみたいと思います A4 を選択しまして縦横というのが画面の上の方にありますここですねこれが横そしてこれが縦このようにして選択をしますそして前からも何度も言ってますようにここにアートボード作成というのがありますのでアートボードというのは 必ず作っておく方が便利ですのでここをチェック入れますはいこのようにしまして OK をしますこれで A4 の画面ということができましたそれでは一つ一つのツールを説明していきましょう左の一番上が移動ツールといいましてこれが一番基本になるポインターツールです これは何も書いていないときは全く動作しません。図形を書くところから話をしたいと思います。ここに四角の図形があります。ここを押すと四角だけではなくって、このようにたくさんの種類の図形が描けるようになっています。例えばここで矢印というのを選びましょう。これを選んでおいて、 そしてキャンバスに対角線上にこのように引きますこのように図形が描けましたもう一つぐらいやっておきましょう30星型というのを選択しますこのように描き始めますそうすると縦横比が揃いませんこのような時は左側にあります白と灰色のボタンを指でプレスすることによって このように選択できます。この三角山型でこのように縦横比が同じ図形が描けます。このようになったわけです。そしてもう一度この青いところを押すと PC で言えばシフトキーに当たるわけですけれどもこの機能を解除できます。このようにして右手と左手で操作していく。これが iPad 版の特徴です。 そして移動ツールに持ち替えます。次はこれに色を塗る場合です。今見た限りちょっと薄い灰色に見えるかもわかりませんけれども、ここで右の白い丸、これを押すとカラーを変更できます。カラーは今プリント用ということになっていますので RGB ではなくって シアン、マデンタ、黄色、黒、CMYK なんですけれども、この CMYK で色を作っていくことができます。このようにマデンタの色を濃くしたり薄くしたりできます。このようにして色を作っていくことができます。そして、パーセントを指定したいときは、このパーセントという文字のところをクリックすると、このように 点キーが出てきますので30%このようにして OK をすると30%の色が欠けるというわけですこのようにスライダーですることもできますしスウォッチで指定することもできます一番下のところを押すとスウォッチ画面になりますここで選択ができます例えば緑色を選んでみましょう はい。このように色を変えていくことができます。そしてこのソフトはプロでも利用できるほど高度な開発をしてくれていますので、この上のカラーのところを矢印で変えるとグラデーションもできます。そしてグレースケールもできます。さらに世界中で有名なパントーンカラー。これででも指定ができます。 このようにパントーンの何番というようなもので選択をすることもできますパントーンの中でも分類分けにうまくなっていますし使った色自身をこのように表示できますのでこの書類で最近使用したカラーというのがここに出てくるようになりますもう一度通常のカラーを選択します 何せこれも全て CMYK で作られるようになります新規の書類を作る時にウェブなどで作るとカラーは RGB モードでできるようになっています今度は下の図形を選択しますそしてこちらの方も色付けをします今度は塗りの色だけじゃなくって線の色を変えてみたいと思います それは今一番右端に緑色の丸がついていますがその下ですね。ここで線の幅とかを変えることができます。塗りの色を指定するのは先ほどの緑のところに行きまして、この緑の塗りの色の横に黒い線があります。ここですね。こちらを選んでおけばこれが線の色です。赤にしてみましょう。 このようになったわけです。さらに、この塗りにはですね、少し見にくいかもわかりませんが、はじめに書いた薄い青い線がありますが、それの外側にも内側にも広がっていってます。それを詳細というところを押しましたら、ここに整列というボタンが3つあります。この一番右側にすれば、外側に線がつきます。 このようにしまして、外、もしくは中心、もしくは内側。このような選択ができるようになります。そして、この図形を消すのはどうしたらいいんでしょう。パソコン版ではデリートキーが押せますが、これではデリートが押せません。そういうときは、ちょっと長押し気味にして、そして離すと、 このようなサブウィンドウが出てきます。ここでコピーとか複製とかそしてグループ化そして今やりたい目的の削除というのがここにありますのでこの削除を押しますと図形が消せます。このように僕はマウスでやっていますけれども指でプレスして長押しで離す。このようにすればこのサブウィンドウが出てくるように なります今度は文字を書いてみましょう文字のツールには2つがありますこれは PC 版と全く同じですがここでちょっと右下の方を選択すればアートテキストというのとフレームテキストというのがありますパソコン版ではアーティスティックテキストというふうになっていますが iPad は物理的な画面の都合上で 短縮形な名前になっています。アートテキストを選択します。そして、希望の大きさに斜めにこのように書きます。すると、キーボードが現れますので、ABC と入力しましょう。ABC このように入力しまして、そしてこの大文字にしておきましょう。 キーボードがいらなくなったらキーボードは畳みます。このように文字が打てました。また移動ツールに持ち替えます。もちろん場所は自由に動かせます。そして角を持って引っ張れば大きさが自由自在です。そうしましてこの上の方に突起した部分があります。これの上側を持てばアイコンが このようにクニュッとなりましたので、これで回転ができます。そうしまして、この中間あたりに行くと、こんな小さな三角が出ます。わかりますでしょうかここで押すとシアーがかけれますので、このように斜めにすることもできます。はい。そして四隅を動かせば、等倍に 拡大ができるんですけれども上の部分、下の部分、右の部分、左の部分を伸ばせばこのように横長、縦長のように文字の大きさなどを編集することができるようになっていますそしてこれにも縁取りをつけてみましょうまず 色ですけれども、カラーを押しまして、緑色を選択します。今、これが縁の色です。塗りの色をするのは、この左側を押しておいて、そして赤にします。緑を指定したのに、緑があまり見えません。これはどうしてかと言いましたら、先ほどもやりましたように、線の太さはここですね。ここで、 この線の太さをこのように上げていくようになります。上げましたら文字が潰れてしまいました。それは先ほどの復習にもなりますように、今は中へも外へも緑の線が広がっているからです。これを一番右にしますと外側に広がります。このようにしまして線の太さを自由に変えることができます。 そしていいのはですね皆さんには僕の指がちょっと見えないんですけれども2本指でピンチといってつまむようにしたり広げるようにするとこのように拡大縮小が自由自在ですこれパソコン版より便利です1本指で動かせば図形の場合はこうやって回転をしたりそして角を持てば広げたりそして 何もないところで2本の指を揃えて動かせばこのように自由にキャンバスが動きます指を広げてつまむようにすれば拡大縮小ですこの辺の操作性は本当に PC 版よりも便利に使えると思いますこれで絵と文字が書けました次は写真を入れたいというようなことが出てきます その時は、ここに、ストックというのがあります。これがストックのアイコンです。これを押しますと、パレットは、ストックのモードになります。ここには、2つのメーカーが協力してくれていまして、ピクサベイというのと、もう1つですね、矢印を押すと、ピクセルズというのがあります。2つの会社が画像の提供をしてくれておりまして、 ここで検索をします。例えば、ペンシルと打ってみましょう。はい。日本語で打ってみました。これで出てくるでしょうか。Enter キーを押します。日本語でも出てきましたね。そうしましたら、ここに鉛筆がたくさん筆箱に入って倒れている絵がありますので、これをちょっと長押ししまして、そしてキャンバスに持ってきます。このように、 絵ができました。この絵のツールですけれども拡大縮小はこの左側のバーでできますこれもとっても便利ですねパソコン版ならこれがとっても大きい時ですねこのように大きくってそしてこう広がってしまっているような時には角を探して このように縮小しないといけなかったんですけれども、iPad 版はこの部分を動かすだけで縮小・拡大ができます。もちろんそうは言いますが、図形の角を持ってこのようにすれば、等倍にも縮小できますし、歪んでもいい場合はこのようにすればいい。そしてもちろん回転も可能です。 回転は先ほどもここをやればいいと言いましたが四隅のところに行ってちょっと離れた場所に持っていくと回転のツールになります今回転のツールになっているのわかりますでしょうかこれで回すと隅ででも回転ができるようになります次にこうやって画像を出したらやりたいのがトリミングですトリミングのツールは ベクタークロップとも言います。英語ではトリミングという言葉はあまり使わないで、クリッピングとかいう風に言うことが多いです。そのクロップのことです。ここを押しまして、図形に8つのポインターができますので、例えば角の場合はこのように、そして横の場合はこのように、こうしていらない部分を カットできままます。す、ま。た移動ツールに戻りますこの移動ツールに戻るというのは一番の基本ですのでよく覚えておいてください。こういう絵を2つ出したい時通常パソコンではコントロールキーを押しながら引っ張ればいいんですがそのコントロールキーを押せませんのでこの言う時は長押ししてこのメニューを出しまして 複製というのがありますので複製をしましょう複製したように見えないですがこれは上に載っていますこのように図形が複製できました次にこのように編集できることがわかりましたら先ほど書きましたこの矢印のツールですねこれを選択しましたらこの矢印のツールは ここでもう一度この図形描画のツールですね。ここを選べば別に矢印になっていなくても、どの絵になっていてもですね、これは矢印だというふうにここで認識をします。そして矢印の大きさ、ここらを調整したりできるようになっています。こちらが左側の矢印に対してです。 ここを押しますと矢印なしとかいうこともできます。そして右の方の矢印はいろいろトゲ付きとかいうのを選ぶことができましてこんな形にしたりとか円にしたりとかひし形にしたりとかこのようなことができます。そして太さ35%というふうになっていますが ここを押して10%はい。このように線の太さが変わります。例えばこの図形ですけれども、これのところに重ねたいと思います。重ねましたが、下にあるので見えてませんよね。こういう時は図形はですね、ここの配置というところから、 最前面に移動したりするこ,とができますこの上のパレットはこういういろんなことができます例えばこの図形がありますけれどもここにもう一つ丸を書いてみましょうはいここでこのような丸を書きますそしてこの二つを同時に選択しますよねそうしましてこの上のところ このジオメトリというところを選択しましたら、追加というのがあります。この追加をすれば、このように図形が一つになりました。もう一つ円を描いてみましょう。はい。このように描きました。もう一度全体を選択します。そうしまして、 ジオメトリのところで中窓というのを選択しましたらこのように窓が抜けました窓が抜けたということはここが透明になったということですねですからこれをここへ持ってきたらちゃんと後ろが見えますこういうような操作が上部に色々ありますので反転をしたりとかですねそして 回転をしたりとかこういうこともこの上のツールでありますので皆さんもやってみてくださいこの絵を中央にしたいというような時もこの2つをこのように選択しておきまして中央揃えとかいうのはこの行揃えというところにありまして中央揃えがこのようにできます 図形に対してのいろんな編集方法はこの移動ツールを持って上側のいろんな機能を使ってください。次は移動ツールの下ですね。ノードというのがあります。このノードツールはとても便利なものです。ノードツールを持ちましたらこのような変形が可能になります。もう自由自在ですね。 このようにしてノードツールは図形のポイント位置などをいろいろ変えるようなことができますノードツールでこのポインターを選択しますと上のメニューが変わります例えばカーブにしたいような時はこの「滑らかに」を選択するとこのようになりますそしてハンドルができましたらハンドルを移動させたりすると 自由に曲線を作っていくことができますスマートというのもありますスマートというのは左右への引き伸ばす力がちょうど同じようなものですしこちらの滑らかにを押してそしてハンドルを動かすこのようにしておいてもスマートを選択するとまたスマートに戻りますもしくは角を尖らせたいときは シャープといいうのを押してくださいこのように角の形状も自由に作ることができます次ですがコーナーのツールです例えばここでこのポインターを選択しておきますそうしましてここをこのように上げると角を丸くすることができますコーナーの丸みつけというのになっているからでして ここを変更しますとこんなような変わったコーナーがいろいろできるようになっていますちょっと一旦図形を全部削除します続きましてやはりこのアフィニティデライナーを使うには一番肝になるのがこのペンツールですペンツールを押しますと ペンの太さがここでで選択できるようになります。はい今このぐらいの太さですね。ここで幅を縮めるとこうなるし太くすればこのようになります。このようにして図形は自由に書けます。自由に書けるんですけれどもここで急に角を作りたくなった時はどうすればいいんでしょうか この時はこのポイントをクリックカチンと押しましてそしてこのようにすれば角を作ることができます。またカチンと押してカチン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 このように自由に書けるように練習をしてください。 pc 版のソフトでハートの書き方などで練習できるようにしていますのでそちらの方もご覧になってくださいこれがベジェ曲線の書き方です続きましてベジェ曲線よりも簡単なのがその下の鉛筆ツールです鉛筆ツールを押しますと今度は本当にお絵かきソフトのように自由に線が書けます 書けるんですけれども、今書いた通り、カクカクになってしまいます。こういう時は、この上のところに、なしと今はなっていますけれども、ここで、スタビライダーがありませんという風になっていますが、ここを切り替えます。ロープスタビライダーというのにしまして、そして、鉛筆で絵を描きますと、 案外自然にこのようにカーブが描けるようになります。Window s t a b i l i e r というのもあります。これは自分の書く前にこのようにガイドのポインターが出まして先導するように書いていけます。ここらも色々試してみてください。今度はこのバージョン2から出てきた素晴らしいツールです。例えば 丸い図形をこのように書いておきます。そしてこのナイフツールを使うと自由にカットができます。はい。これでこのように2つの図形に切れました。これも案外使えるんではないでしょうか。次のツールは塗りつぶしツールで基本的にはグラデーションとかを作ったりできます。ちょっとこれをやってみましょう。 これを選択しましてこのように線を引きますすると濃い色から暗い色へのグラデーションがつきましたこのグラデーションの色とかはどのようにすれば変更ができるんでしょうかこの時にここを違う色に変えます例えば赤するとこのようになりますし 右下のポイント、これを選択しまして、黄色。すると、赤から黄色へのグラデーションができます。もっとたくさんグラデーションをしたいときは、途中のところにポイントを作ります。そして、この色を緑にしましょう。はい。このようにして、ポイントを多く作ったり、 グラデーションを変えたりそしてグラデーションのこの割合を変えたりとかそういうようなことが自由にできるようになっていますその下にあるのはグラデーションとよく似ているんですけれども透明ツールです。これをやれば片方の色から最後は透明になります このように透明になりますので例えばこちらでもそうですが最初は緑ですが反対側は透明とこのような図形を作る時にこの透明ツールは使いますこのベクタークロップは先ほどお話ししましたしこの図形ツールこれも先ほどから何度もお話ししましたそしてシェイプビルダーツール というのは先ほどの合わせ技をしたものとよく似ています例えばここにこれを重ね合わしますそして選択をします両方の図形を選択しましたそしてこのシェイプビルダーを選択しますそうしましてここをフリーハンド線というのを選択しましてそしてここに 選択した領域から新規のシェープを作る。このようにして、線を引くようにすると、この2つが今はマイナスになっていましたので消えました。そうしまして、今度はプラスを押して、このようにここからここという風にしましたら合成ができます。もう一度戻します。今度は飛び地ですね。今 1> 1, 2, 3とありますがこことここをこのようにしますとこれとこれとこれという感じで3つの領域ができましたこの領域はこれとは別にこのようになって2つの図形として存在するようになっていますシェイプビルダーツールはこのように2つ以上の図形を どのように合成できるか先ほどのやつはこのように丸を書いていてこの2つの合成方法というのは自由度がこのように型抜きとか型抜きですねちょっと線が太いので分かりにくいですけれども線を細めにしましょうこのように型抜きとかはできるんですけれどもたくさんの図形が混在していますと こういう図形に対してはできませんでした。でもですね、この選択をしておきまして、シェイプビルダーツールを使えば、ここから、ここへというような、こういう合成ができるわけです。そうしましたら、2つの領域になっています。ほら、素晴らしいですね。 これがバージョン2になった新機能です。その下は文字のツールですが、文字のツールで言ってなかった文字ツールがあります。それはフレームテキストです。フレームテキストというのはこのようにフレームを書いておいて、そして文字を打ちます。はい。今、雨が降ってきました。傘をくださいというふうに打ちましたが、ちょっと小さいですよね。 ちょっと拡大しますね。このようになっていますがこの文字をですす。ね、ちょっと大きめにしてみます今12ポイントですけれどもこの文字を選択したいような時はダブルクリックをすると全体が選択された状態になりましてそこで文字のサイズなどをこのようにできますが端に行くとこのように折り返したりします。 そしてもちろん書体なども変えれますはいさらに色も変えれますこのようにですね一定の枠ですねまあフレームというぐらいですからそのフレームの中に打つような時にはこのフレームテキストを使ってくださいそうしましてここで もう一つ字を打っておきます。あああああと打ちました。そしてこちらの方の文字の色を変えたいと思います。はい。このようになりましたが、次入れるところは赤くしたいというような時がありますよね。ちょっとこちらにもエリアを作って、いいいとこう打ちます。 このように、いいイ,ーイーと打ちましたが、こちらの赤の文字の色でやりたいといったときに、例えばこういうカラーにしても、あら、どの赤だったっけっていうふうになっちゃいますよね。こういうときは、カラーピッカーを選びます。そして、ここの赤を引っ張ってきます。 すると全く同じ色になります。これがカカラーーのピッカーツールですそしてマウスではやりにくいんですが指でですねこうすると実はちょっとだけ見えてないツールがあるんですねそれは物差しのツールですがこの物差しのツールはこうやって距離を測れる。 とというだけのことで、えー、またこれを他のツールを選ぶと消えてしまいますのでまあこれはあまり使うことがないでしょう。これで全体の説明をしましたが先ほどからやってますように例えば1つ手前に戻りたいような時は右側のところに「取り消し」というのと「やり直し」というのがありますのでするとこのように「 戻っていけますしやり直しというのをすればこのように前向きに行きますで戻る時は取り消しこのように通常で言えばコントロール Z コントロール Y にあたるものですけれどもそれはここにあります次の機械にはこの右側のいろんなツールを ご説明するんですけれどもこの右側もちょっとだけ隠れてるのがありますがこれは指でですね上下させるとさらに機能が出てきますこういうことですね次の機会にここをお話ししたいと思いますどうでしたでしょうか基本は全くパソコン版と同じようなことができますでも指でできるというメリットがあります メリットもあれば少し手間取るところもあります。でも図形を書くのにはペンで書くのと同じような感じなんで慣れれば iPad 版の方が上手に使えるかもしれません。そしてなおかつですね値段が安い。今ちょうど40%キャンペーンをやっている時ですけれども1900円で iPad バージョンは買えるのでですね15,800円ユニバーサルというのを僕は一番おすすめですそれはなぜかというと iPad も使えるし Mac も PC も全部使えて台数も何台かご自分が持っていたり 家族が使ってたりしたらみんな使っていいということになってるわけですね。ですから僕のおすすめはユニバーサルプランなんですけれどもやってみないとわからないと思われる方は1900円を捨てるつもりでやればですねこんな高機能なグラフィックソフトが1900円で手に入るということですので皆さん一度チャレンジしてみてください。 今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。